選手、お買い物中の皆さん、ドライバーの皆さん、お騒がせをしております。立憲民主党衆議院議員、米山隆一、参議院議員、ありがとうございます。内越さくら、県議会議員、予選候補の佐藤信弘、今日は3人揃って、この街頭から訴えをさせていただきたい。お邪魔をしております。しばしのご容赦をお願い申し上げます。それでは衆議院議員米山隆一をご紹介いたします。山本総合市の皆さん、お買い物した皆さん、こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました衆議院議員の米山隆一でございます。さて皆さん、もうね、国会が始まって政治の話題、目白押しです。皆さんどうでしょう。秋田でお買い物をされると、本当にいろんなものが値上がりをしていて、本当に生活大変だな。秋田でお買い物しなくたって、単に家の電気代見取るだけで、うわ、こんなに、そう思っている方たくさんおられると思います。そしてね、テレビをつけると、連日日本の危機、言われています。給料は上がらない、若者が結婚できない、そして子供が生まれない、出生数どんどん下がっている。このままでは人口が減って、この長岡も日本も維持できなくなってしまいます。でもそんな中で皆さん、ちゃんと政治はその問題に対処しているでしょうか。国会開いてます。でも岸田総理、何を置いてもまず最初にやってることは何でしょう。それは43兆円ものお金を使って防衛費を倍増することです。ミサイルを買うことです。それはね、私だってこの東アジアの安全保障状況大変なのは分かりますよ。それはもちろん何にもしなくていいなんて思いません。でも物事やっぱり優先順位がありますでしょ。だって今自衛隊たった今だって5兆円の防衛費をちゃんと払っていて、世界で9位10位、ドイツやフランスと同じぐらいの戦力があるんですよ。ロシアともほぼ同じぐらいの戦力がある。それなのになんでこんなに生活が苦しい中で、こんなに子供が生まれない中で、こんなに人口が減っている中で、すべてを置いてほったらかしにして、防衛費、倍増しなきゃいけないんでしょう。おかしいでしょう。そういう政治を私たちは、ぜひね、改めたいと思います。そしてそれを改めるのは、国会だけではありません。皆さん、政治は国が大きな制度を決めます。でも、実際に皆さんの生活に関わること、いろんな補助をしたり、いろんな認可をしたり、それは県がやる、市がやるんです。一番ね、皆さんが身近だったのは、コロナ対策です。あれ、ほとんどは県と市です。国は大きな制度を決めてるだけなんです。だから、都道府県によって随分差が出ました。大きく取り上げられてかっこいいなんて言われたね。大阪府、人口100万人あたりの死者、日本で一番多い。この新潟県なんと一番少なかったんです。大阪のほぼ3分の1ぐらいです。そういうふうに、この県の政治、市の政治、本当に皆さんの生活に関わります。県でしっかりと皆さんの生活を支援する。県や市でしっかりと子育ての支援をする。そうやってこそ、皆さんの生活は楽になり、そして、この長岡日本の未来が、作られていきます。お子さんたちの未来が明るくなっていくんです。そのために、隣にいる、佐藤信弘、元県議、
この3月31日に公示になる新潟県議会議員選挙、立候補予定です。正直言ってね、4年前落ちちゃったんです。218票の差で。でもこの4年間頑張って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 、皆さんの元を回って、そして今ここに立ってます。本当に熱い気持ちで、県の政治を、そしてね、その一緒になっている市の政治を変えていこう。皆さんの生活を少しでも楽にして、この長岡の未来を作っていこうと思ってます。これから、佐藤信弘さん、内越さんなどにね、お話しします。ぜひ皆さん、佐藤信弘さんのお話を聞いて、絶大なるご支援、ご声援をいただきますことを心よりお願いいたしまして、私の街頭からの応援のご挨拶とさせていただきます。ご清聴大変ありがとうございました。それでは、リレーな感じで、続きまして、参議院議員、内越桜さんからご挨拶をいただきます。お買い物中の皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。ありがとうございます。ご紹介いただきました、参議院議員の内越桜でございます。私が4年前に皆様に押し上げていただきて、参議院議員としてスタートさせていただいたのも、この隣にいる佐藤信弘、佐藤信弘の絶大なる応援のおかげでした。右も左も分からない、ただただ地元の皆さんたちの声をしっかりと政治へ反映させていきたいと、その思いにかけてくれたのが佐藤信弘、縁の下の大きな力持ちと、しっかりと支えるのは得意でも、佐藤信弘は自分のこととなると後回し、人のために尽くして、皆様のたちのお暮らしを良くしたい、その思いでしっかりと一生先生の仕事をさせていただいてきましたが、佐藤信弘は自分の仕事ぶりをそんなに誇ることはない。それがこの前4年前は大変辛い敗北という結果になりました。しかしこの4年もの間、やはりこの地元の皆様たちのお暮らしを支えるになってほしい。その際
や。そのためには、最後、先生を皆様たちのお声に耳を傾ける、そんな県議会にしなければなりません。佐藤信弘は、上を忖度するような、萎縮するような、そんな議員には決してなりません。皆様たちの声をしっかりと受け止めて、きめ細やかな政治をするのは、新潟県の皆様たちの誇りをつなぐ先生にするには、佐藤信弘を何としてでも皆様たちに押し上げていただきたい。私、参議院議員、打ち越し桜、心からお願い申し上げて、こちらでのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。大変ありがとうございました。さて、それではお待たせいたしました。歴代県議会議員選挙、この長岡市三東区選挙区から立候補予定の元県議、佐藤信弘さん、お願いいたします。市民の皆さん、ドライバーの皆さん、お騒がせをしております。3月31日、告示となります。統一地方選挙の第一戦、新潟県議会議員選挙、長岡三東区選挙区より立候補を目指しております、佐藤信弘と申します。本日は午前中、この近くに私ども事務所を借りておりますが、選挙事務所、選対事務所の事務所開きをさせていただきました。米山隆一衆議院議員が選対本部長、そして打越さくら参議院議員が選対副委員長、こういった豪華な顔ぶれでございまして、身に余る光栄でございます。そんな中、皆さんにいろんなことをこれから訴えをしながら選挙戦に向かって粉骨砕身努力を続けてまいりたいと思っているところでございます。ありがとうございます。私が政治家を目指したのは36歳の時であります。落選も経験しておりますし、当選をして皆さんの代表となって仕事をさせていただいた輝かしい記憶もございます。やはり政治家というのはしっかりと議席を得て、皆さんの代表として公的にいろんな発言をして、ふるさとの発展と前進のために全力を尽くす、そういった仕事をやることが生きがいであります。そういう立場に戻るためにも今度の選挙ありがとうございます。負けられないものと考えております。先ほど来お話がありました通り、新潟県の人口減少が止まりません。東京首都圏への人口の流出も全く止まりません。一体なぜでしょう。私は政策が足りないからだと思っております。兵庫県には赤土という町があって、子育て政策、例えば2人目以降の子どもさんの保育料は無料にする、例えば18歳までの子どもさんの医療費はありがとうございます全額無料にする、学校に通う子どもたちの給食費、これも全額無料にする、そうした思い切った政策を打っている自治体は人口が増えておりますし、税収もありがとうございます増えています。この危機的な人口減少の中で、そういった思い切った政策リソースの転換を行わなければいけないこの時、新潟県は本当に私は遅れていると思います。市議会で県議会で子どもの医療費をもう少しという議論はもう何十年も前から続いているにもかかわらず、これだけ減少が減っている現状があるにもかかわらず、そこに手がついていない新潟県の現状を何としても変えたい、それが私県議会を目指す最大の理由の一つであります。二つ目、打ち越したんからもお話がありまして、やっぱり原発です。三つの現象はここにいる米山隆一
民の皆さんにつまびらかにして、県民の皆さんのご判断で原発、柏崎刈羽原発の今後のことを決めていこうじゃないか、そういうコンセプトで行った3つの検証は随分姿形を変えてしまったと私は思っています。新潟県は総括委員会、3つの検証を取りまとめる委員会の一つでありますが、そこにいろんな注文をつけて原発政策そのものの是非については踏み込まなくていい、そういうことはできたらやらないでくれというふうに制約をかけている。私はそうじゃないと思う。しっかりと県民の代表たる専門家の皆さんが胸襟を開いて協議をする、タブーを作らず議論をする、そこで出てきた方針を県はしっかり受け止めて県民の皆さんにありのまま開示をして、県民の皆さんの信を問うべきなんです。そういうことが今の県議会、新潟県の体制の中で出来上がっていない。例えば県知事が県議会に県民の意思を問うと称してこの再稼働の問題を測ってしまったらどうなると思います。皆さん、自民党が圧倒的な県議会にあって、政府の方針をそのまま是とする議会にあって、なし崩しに再稼働に踏み切ることは意外と簡単にできてしまう、そういった現状の中で必要なのは、そういったものと一線を画した野党マインドの地方議員、県会議員を一人でも多く県議会に送って皆さんの代表とすることです。そのための一斉卒として、私佐藤信弘、米山隆一打ち越したからの力を合わせて全力で頑張ってまいりますことを、ここにお誓いを申し上げ、この街頭からの訴えに変えさせていただきます。ご清聴本当にありがとうございます。4月までしっかり頑張ります。どうも皆さん、ご清聴大変ありがとうございました。今ほどの熱い思い、皆様の耳に届きましたら、ぜひとも、佐藤信弘に、絶大なるご支持、ご声援を心よりお願いいたしまして、街頭からのお訴えさせていただきます。ご清聴大変ありがとうございました。